おはようございます。釣り子 TV です。これ福袋って書いてありますけど、メガバスのですね、2022の、まあなんか福袋っていうよりね、福箱ですよね。これね、こんな感じの箱になってるんですけども、なんだろうってね、これね、事前情報ね、一切手に入れずに、11,000円キャスティングで買ってきたんですけども、こんな感じのね、福袋がね、売っていたんで、一つ買ってきてみました。でね、ちょっと開けていきたいと思うんですけども、まずはね、こんな感じですね。先ほどもお見せしたんですけども、2022、福袋なんていう風に書いてあって、ね、これ中身何が入ってんだろうってね、結構なね、重量感なんですよね。じゃあね、早速開けていきたいと思います。これどうやって開けるのかな？ちょっと膝に乗せたり。あ、こんな感じで、これ、取れるかな？よいしょ。福箱。はい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 。これを取って、何これ、箱が入ってますね。ボックス好きにはたまらない感じなの。なんかすごいの出てきた。グッドデザイン、書いてありますけども、ITO エンジニアリング、貼ってあって、わあかっこいいですねこれ。この格納庫ね、そして、メガバス、こんな感じの箱がまず入っていましたよ。うわあ、これタックルボックスでもちろん使ってねって感じなんでしょうけど、これは普通に工具箱で使おうかなね、スパナとかね。ドライバーとか入れたりね、ちょっとこのまずね、箱時点でちょっと上がりますね。はいね、そんな感じでこの気分の上がる箱が入っていたわけなんですけども、じゃあ早速開けていきますかね。何入ってんの？ルアーでしょうね多分。重厚なこの箱を開けるとじゃじゃーんって、おほほほ、じゃあね、ちょっと一個ずつ出していってみますかね。そういう感じか。どうしよう、どうしよう。ちょっとね、今ルアーがいろいろ出てきたんですが、ちょっと一個ずつ出していってみますかね。まずね、ちょっとね、ルアーじゃないところから。はい。なんですか、これは。なんですか？はい。これはね、多分あれだな。コインケースなんじゃないですかね。コインケース。メガバスのコインケースが入ってましたよ。はい、こんなのが入っていて、で、お次は、じゃじゃーん！うお！とてもかっこいいカラーのポップマックスが入ってましたね。これはスペシャルカラーなんでしょうか？ちょっと出してみます？かっこいいな、これ。こんな感じ。ね。うわー。いかちい感じのカラーのですね。マックスが入ってましたよ。ねえ、これは上がりますね。はい。でね、まだまだルアーが入っていて、はい。これも、エトカラーってことなんですね。トラ柄のポップ X が入ってました。ねえ、ポップ X。これはね、かっこいい。ねえ、これすごい、トラ柄わかるかな、この
感じ、この感じなんですこの感じ、ね、こんな感じの綺麗ですね。虎柄のね、ポップ X が入っていました。あーで最後ね、これ最後になるんですけど、これかこういうことか、はい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 、これだ、メガドッグ X。 いやこれ気になってたんですよね。なんだろう、メガドッグ180と違うのかなと、何なんだろうなっていうね。これってでもね、メガドッグの180ですよね。これのブラックバスペイントみたいな感じで、このコーチドッグカラーみたいな、こういった感じのメガドッグ X がね入っているんだなって。これね裏見るとね、はい、英語ですね、なんかね英語で書いてあるんで、で 72g だよって、あとねメガドッグ180ってことだろうなっていうことで、180mm って書いてありますけど、 72g だよなんていうのが書いてあるんですけども、海外輸出用にはこのこういう感じでちょっとなんだろう、ブラックバス風なカラーリングに塗られた、メガドッグ X っていうこういった名前になって売られるっていうことなんですかね。これが福袋に入っていたよっていう感じですね。メガドッグ X ね、いいじゃないですかね。このパッケージもなんか往年のメガバスって感じの、こういうねパッケージに入って、ちょっとこれ開けてみますかね。かっこよさげですよこのカラーは。はい、わー綺麗なメガバスのペイントで、ドッグ X ね、はい、こちら側から見るとこんな感じ、ね、メガドッグ X、 これがメガドッグ X っていうことですね。2021年の最後の最後に釣れなかったんですけどね、バイトもらったのも実はメガドッグ180なんですよね。自分はレッドエッドカラー使っていたんですけども、3回ほどねでかいバイトがあって、ただね誤爆でね、かけることはできなかったんですが、これはいいルアーだな。その前の方もね、この最後の方ね、年末2021年のね、このメガドッグ X180 ね、これねすごい魚の反応が良かったんで、ちょっとねこれはねもっとね使い込みたいなっていうね、そういったルアーなんですけども、そんな感じでこの魅力的なカラーが、塗装されたですね、メガドッグ X、 これがね、入っておりました。まあ出しどころとしてはもちろんね、シーバスのこの白パターンとかね、この白とかねボラをね、メインベイトに据えているシーバス狙いなんかでまずはね活躍するんじゃないかなっていうところなんですけども、ただ、メガドッグ220に比べてね、格段にね使いやすいサイズ感になってるんですよね。まあ180なんで小さいっていうことはないんですけども、ブラックバスで遠めのボイル打ちなんかにもね全然ね使えるね、そういうボリューム感なんじゃないかなっていうことで、動きもねすごいね出しやすい、なんかね剥離アクションというか、こう水面に絡みつくっていうよりも、水面からこうパシャッパシャッパシャッってね、もうね離れて離れて離れてっていうね、そういう印象のねアクションが覚えているんですけども、こういったねメガドッグ X、 これがね入っているよっていうね、はい、というわけでねちょっと開けてみたんですけど、まあこういったねこの箱にこうね、ルアーが入ってですね、いたこんな感じになっているとね。いやーちょっとね気になっていたんで、で色も何種類かあるんですかね。これねメガバス、こういった新春のこういった売り物の時ね、いろんな綺麗なカラーね塗られていたりするので、自分の買った中にはまあまあこういう感じのポップ X とポップ
マックスと、あとはね、コーチドッグ系、ピンクコーチドッグみたいな感じですかね。こういった感じのメガドッグ X、 これが入っていたよということでね、まあ自分的には全部使う好きなトップウォータープラグなんで、何よりも箱好きとしてはこの箱、これ嬉しいなっていうね、そういう感じなんで11,000円、うんうんうん、まあ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 、納得納得といった感じの、仕様でございました。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、メガバスのですね、2022福袋ね、買ってみたらこんな感じのものが入っていたよね、結構大満足。はい、こういった、動画でございました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。